日本東京都新宿区市ヶ谷柳町市ヶ谷。柳町は東京都新宿区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は162-0061。新宿区の東部に位置する。北部は弁天町。東部は市ヶ谷山伏町。市ヶ谷甲羅町。南部は市ヶ谷役を寺町。西部は原町に接する。 町域内を南北に外苑東通り、東西に大久保通りが通り、市ヶ谷柳町交差点で交差している。これらの幹線道路沿いには商店やマンションなどが立ち並んでいる。一方で、幹線道路を離れると完成な住宅地が広がる。この地区周辺は、牛込大地を解析する浅い四国の谷頭部分に位置しており、淀橋台における武蔵の面と、 下末吉面の境となっている。また、毎年7月には、隣町の市ヶ谷役を寺町と共催で祭礼が、模様されている。市ヶ谷柳町交差点で停止する車両を減らすための、信号機市ヶ谷柳町交差点は、谷筋を走る外苑東通りを大久保通りが、横断しており、 住宅が密集していたことや坂道発信も相まって自動車の排気ガスによる大気汚染が発生したと考えられ、この問題は社会的に大きな影響を与えた。1970年に民間の医療団体が付近の住民の健康診断を行い、多数の住民が鉛中毒に罹患している疑いがあり、その鉛は自動車の排気ガスが原因である。と発表した。 この民間の医療団体による発表をきっかけに排気ガスによる鉛中毒問題がマスコミに大々的に取り上げられた。しかしながらその後の東京都による環境測定、住民健康検査では何も問題も起こっていないことが分かった。さらには体調部長や苦しんでいるという人自体がいなかった。ただし一連の事件は都内の生活道路で 最大積載量3トン以上の貨物自動車の乗り入れを禁止するきっかけとなった。当時、朝日新聞に連載されていたサザエさんにも、この通行規制をネタにしたエピソードがある。大久保通りに、市ヶ谷柳町交差点で停止する自動車を制限するための信号機も設置されていた。市ヶ谷村、牛込村の一部、明暦以前は、武家地、自社領であった。 明暦の大会以降、被災者の移住により現在の町域に、市の谷柳町や牛込南寺町と呼ばれる町人地が成立した。当初は大官僚だった。1713年に町奉行管轄とされる。由来は不明だが、窪地ということから柳が多く派生していたとの伝承もある。多くは町人地でかなりの賑わいを見せた地域でもある。寺町ということもあり。 呂ど問屋が多く存在したという。1871年、市ヶ谷柳町、五千手組大縄地、小旗組大縄地、牛米川竹、保町、三つの林院、相窓火事、新内屋敷、甲羅屋敷の一部、牛米原町二丁目の一部及び、武家地が合併し、市ヶ谷柳町が成立。1878年に、旧甲羅町一番地を編入し、 番地の組み替えが行われて、現在に至る。1895年から1912年にかけて、外苑東通り、および大久保通りの改作により、一部の番地は消滅している。1970年、牛込柳町鉛中毒事件が、社会的に影響を与えた。一体に、柳が多かったためとされるが、詳細は不明である。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。